変わらずコロナ怖いよね。現時点では日本国内でも落ち着きを見せ始めてはいるが、この油断が命取りになったりするんだよな。そうそう、落ち着いたからって外出しだした人たちが感染して、感染者数が急増して、緊急事態宣言ってパターンは定番になりつつあるもんね。家に閉じ込められてストレスが溜まるのもわからんこともないが、その辺をしっかり徹底して我慢するしかないんだよな。もしくは、家で楽しめる趣味を見つけるのがいいよね。ゲームとか、アニメとか、家でできることは多いよ。今はアニメやドラマを配信しているアプリもあるしな、レンタルやにわざわざ借りに行く必要もないからな。何にせよ、一刻も早く完全収束に向かってほしいよね。さて、今回はイギリスのクイーンエリザベスらの空母打撃群が南シナ海に到達したことや、合同演習が行われることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリスのポーツマス港を出て、極東本面への長期派遣を目的に航行を続けてきた航空母艦クイーンエリザベスの空母打撃群が、2021年7月28日に南シナ海に到達したことが報じられ注目を集めているよ。クイーンエリザベスを主軸とする空母打撃群は2021年5月末に出航。大西洋から地中海を経てスエズ運河を越えてインド洋に進出。一大航海の最終目的地とも言えるアジア太平洋地域に入ったとのことだね。6月には同国の航空母艦シャルル・ド・ゴールとの合同軍事演習をフランスの近海において実施し、それ以降も多数の地域に寄港しつつ、いろいろな国と複数回の軍事演習を行いながら航海を継続してきたんだ。そして6月末には中東において艦載している A 空軍と、米海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型をイスラム国への掃討作戦に参加させているぜ。7月に入ると A 空母打撃群は、ソマリアの沖合やアデン湾において海上自衛隊の護衛艦セトギリア P-3C 哨戒機との合同軍事演習も実施したよ。当時、周辺海域の海賊対策派遣中だった護衛艦セトギリは、朝霧型護衛艦の6番艦で、5月にはフランスのシャルル・ド・ゴールとも合同軍事演習を実行しているんだ。しかし、演習後の7月14日にはクイーン・エリザベスの延べ約3700名の乗組員中、約100名が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、その後の航海が危ぶまれたんだよな。コロナ怖いね。ワクチン接種していたのがせめてもの救いかな？この時に南シナ海に到達したのは、空母打撃群以外にも、同海域には米海軍第7艦隊所属の沿海域戦闘艦やイージス駆逐艦も進出しており、同時多発的に航行の自由作戦が行われたよ。米海軍の艦艇は、インディペンデンス級沿海域戦闘艦8番艦タルサと、アーレイマーク級イージス駆逐艦50番艦のキッドと呼ばれるもので、これらが水上コエドエ軍のコエドエ編成を始めて組んだんだ。沿海域戦闘艦8番艦タルサってどんな戦艦なの？沿海域戦闘艦8番艦タルサは、基準排水量約2300トン、満載排水量約3100トン、全長 127.4 メートル、全幅 31.7 メートルで最大速力40ノットを発揮できる、他国のフリゲート艦に相当する艦艇なんだよ。すごいね。じゃあインディペンデンス級沿海域戦闘艦ってどんなものなの？インディペンデンス級沿海域戦闘艦というのは元来高速性能を実現できるように、船体下部が3つに分かれた二動線形状になっており、アルス近未来型で非常に全幅の広いデザインが特徴の水上戦闘艦だぜ。しかし、兵装は、MK110型57mm 単装速射砲撃機、セアー AM コン SAM の11連装発射機一機となっているため、米海軍では VLS を32セル搭載可能なコンステレーション級フリゲートを後継艦として建造を予定しているようだな。コンステレーション級フリゲート？このコンステレーション級フリゲートは、満載排水量で約7300トンの大型艦であり、オーソドックスな外艦で重兵装にする方向であり、敵艦艇との戦闘を念頭に置いた設計が思い浮かぶね。残る1隻のアーレイバーク級イージス駆逐艦キッドは、よく見る米海軍の主力だけど、こっちでも昨年の2020年4月に乗組員の新型コロナウイルスの罹患が発生し、一時はその動向が注目されたんだ。いろんなところでコロナが猛威を振るっているね。怖いよね。米海軍では大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトに続く2隻目の新型コロナウイルスの集団感染であったが、キッド自体は運用が継続されている現状となっているよ。
結局のところクイーンエリザベス・キッドともに、高校級の閉鎖された館内での乗組員の濃厚接触が危ぶまれたが、この状況から推測して集団感染が発生しても最低限度のリスクに抑える術をすでに確立しているということだぜ。コロナの蔓延は想定内ってことなんだね。さすがに対策はしっかりしているよね。当然これら英軍空母打撃群や米海軍のタルサやキッドの南シナ海進出に対抗して、中国が良しとするわけもなく、同海域において軍事演習を行って両国に牽制する動きを見せたんだ。中国メディア環球時報によると、南シナ海での軍事演習はイギリスのクイーン・エリザベスらの空母打撃群の進出に対抗したものではないと述べつつも、中国軍は常時戦闘可能だと説いていたらしいよ。イギリスのクイーン・エリザベスが極東へ航行することについて、当初中国は不快感を示していた雰囲気もあったが、ここに来て比較的に自軍の対処能力に自信を覗かせるかのような態度でもあり、いささか不気味とも言われているな。同時、自国領である海南島への周辺空海域において実弾を使用する軍事演習の実施を行うと中国側は発表しており、名指しはしていないがクイーン・エリザベスらの空母打撃群に向けた牽制行動であることは明らかなんだよな。そうだね。これに対してイギリス国防省の報道官も名指しで中国の南シナ海領有の主張を批判する言動は取らず、通常の船舶が同海域を航行するのと同様、国際法にのっとり最短ルートでフィリピン海に向かうと報じたよ。付け加えてクイーン・エリザベスらの空母打撃群がフィリピン海に向かう理由は、その空海域において同盟国のアメリカや、その他の準同盟国との合同軍事演習を行うことにあると説明しており、中国への批判は全くしなかったんだ。日本側は当初8月上旬に日本の南方海域においてイギリスのクイーン・エリザベスらの空母打撃群及びアメリカ、オーストラリアを加えた4カ国の合同軍事演習を約1週間の日程で実施する予定だったんだけど、最新情報によると、9月に変更しているみたいだよ。その後も沖縄方面の空域において、クイーン・エリザベスの艦載機である S-35 ライトニング 2B 型の A 空軍及び米海兵隊の飛行隊と、沖縄の航空自衛隊那覇基地の S-15A イーグルとの合同軍事演習を予定しているぜ。この間、注目すべきはクイーン・エリザベスらの空母打撃群が、南シナ海から台湾海峡を通過する航路で日本近海に入るのか否かではないかであり、明確にどこまでイギリスが反中国の姿勢を示すのかが焦点と言っても良いだろうな。クイーン・エリザベスの設計を主導したイギリスのバブコック・インターナショナル社は、韓国の軽空母計画への参入を目指しているけど、2021年8月26日に韓国への寄港が急遽取りやめとなったみたいだね。このことにどんな意味が込められているのか気になるところだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう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 。